はい、皆様、ソウルフードって知ってますか？魂の料理。そしてこちら、愛知県の安城市のソウルフードといったら、ここの北京本店にある北京飯らしいんですよ。さあ皆さん、北京飯と聞いてどんな丼を想像するんでしょうか？僕はね、北京ダックを想像したんですよ、最初。なんじゃそりゃっていう感じ。で、本格中華料理のなんかめっちゃ敷居高い感じかと思ったら、なんか、結構そのソウルフードっていうから結構庶民に人気なのかなみたいな、あれみたいな感じのね、感じなんですけれども、初めて食べます。この北京飯はこちららしいんですよね。ドーン、後で解説したいと思います。ほら、唯一メニューのやばくないですかこれで。あとは一押しがやっぱりこの究極の北京飯。究極ついちゃってる。結構メニューがあって、この餃子もうまいらしいね。お店の一押しらしいです。で、あとはいろんなメニューがあって、まあ楽しめますよね。気軽に行けれる中華料理屋さんっていう感じで、で店内の雰囲気もですね、結構おしゃれできれいめな感じなので、なんか7年前ぐらいに改装したそうですね。でそれまでが本当にもう大衆中華食堂みたいな感じで、昔ながらの感じだったらしいですね。はい、これ、ね、王道チャーハンうまそうっていうことで、こちらが今回ね頼んだ安城セットってやつですね。はい、ではお待ちかねの北京飯の安城セットはこちらです。ドーン、餃子と醤油と北京飯でございます。ちょっとダイエット中なんでね、こんぐらいにしておきましたが、どうですかこれ。何が乗ってると思いますか？北京ダックじゃなくてね、唐揚げでもないんですよ。豚のもも肉ですかね。もも肉の唐揚げを卵とじにして、特製のタレをかけたっていう感じなんですよ。実際に食べた感想を言いましょう。北京飯はですね、まず写真映えがすごいなと思いましたね。やっぱりそのブランドイメージがしっかりついてるからか知らないんですけど、おー、来た来た来たっていう感じのワクワク感がめちゃくちゃすごいですね。これかみたいな。で丼でドーン出て、でしかもね、卵がプルプルなんですよね。本当に、いや、プルプルすぎてね、4度見か5度見ぐらいしちゃいましたね。もう何回でも見れちゃうっていう景色でした。でそれをね、やっぱり動画で横でも縦でもね、僕が収めちゃったんですけれども、まあ、実際に楽しめます、見ても。で食べてはどうかっていうと、まあ普通でした普通なんですけれども、なんか中毒性あるっちゃあるんですよ。やっぱと組み合わせてるものがやっぱりね、普通な組み合わせなんで、まあオーソドックスな感じなんですけれども、ちょっとなんかもう一杯いけるっていう感じが、っていうかもう一回行きたいなって思えるような、ちょっと庶民的な味でした。でも話題になりますよね。これが安城のソウルフードだみたいな感じで。店内に入る時もね、なんと北京飯の歌も流れてたりとか、すごいんですよ。これ歌にもなってるって思って、さすがソウルフードっていう感じでしたね。であとはまあ餃子とかどうだったかっていうと、餃子はうまい、俺の好きな感じでした。なんて表現したらいいのか分かんないんですけど、とりあえずうまかったですね。今度餃子のレビューの仕方はちゃんと勉強しておきます。はい、でラーメンはどうかというと、まあ醤油ラーメンですね。これは好みが分かれると思います。最近のラーメンってやっぱりね、ちょっと変わったやつとかこってりとか、いろんなラーメンが出てるじゃないですか。新種の進化系ラーメンみたいな。けれどもここのラーメンはなんかお父さんとか好きそう、僕のお母さんとか、なんかさらっといってるっていう感じだから、これはね、俺は正直俺の好きなラーメンの系統ではなかったんだけれども、北京飯が結構パンチが強いじゃないですか。ドーン、パンチっていうかドーンとボリュームがあって、でそこにね結構強めのラーメンが来るとね、やっぱりもう食べ過ぎちゃうっていうか、もう味の強さが喧嘩しちゃうんで、こういったシンプルな中華そばみたいなのが一番北京飯には引き立たせてくれるラーメンじゃねえのかなというふうには感じました。なのでこの組み合わせは安城セットっていう地名がつくほどね、いいセットなんじゃねえかなとは思います。はい、どうでしょうか。ちょっと僕グルメコメンテーターみたいな感じになってきたでしょうかねはい、毎週金曜日ね、ラジオで放送があるので、今回もそのラジオを想定して生放送で、カットなしでお話をさせていただいて、練習をさせていただいてるんですけれども、よかったら夜の毎週金曜日の8時からミッド FM というラジオでリズラジというアプリで聞きますので、名古屋のグルメについて発信してるんで、よかったら皆さんそれも聞いてみてください。はい、喋ることなくなってきたんで、そろそろ締めますね。はい、とりあえずうまかったです。はい、じゃあもしね、この動画良くても悪くてもね、チャンネル登録者全然いないんで、僕の励みになりますんで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、マジで。ということで、また次回の動画で元気よくお会いしましょう。それではまた来週。